はい、ナマスカラ。このビデオは、第1週のビデオの続きですね。はい、ここの中では、このビデオでは、教師は学習者のロールモデルということについてお話をしたいと思います。はい、ロールモデルというのは、あの人のようになりたいという意味ですね。はい、で、これはとても大切なので、前のビデオでも言いましたけど、もう一度繰り返します。今の教師の役割は、知識を伝えることではありません。自分が知っていることを学習者に伝えることではないです。では何か、そのうちの一つがロールモデルになるということですね。はい。じゃあ、具体的に何をすればいいかっていうと、日本語とか、他の言語を学ぶ。そして、それを学習者とシェアするっていうことですね。はい。じゃあ、それ具体的にどうすればいいんでしょうか。あ、すいません。どうするかの前に、その理由ですね。理由の一つは、学習者の動機づけ、モチベーションです。それからもう一つは、最新の学習方法を知ることができる。この二つが理由としてとても大切です。まずですね、特にこの最新の学習方法を知ることができる。これについて、ちょっと説明しますが、私は今ヒンディー語を勉強していて、このヒンディー語を勉強することによって、Language Reactor っていう、これは、Google の拡張機能ですね。はい。それともう一つ、Duolingo っていう、Duo かな？ Duolingo。そういう、スマホのアプリを知ることができました。で、これはですね、この二つはもちろん、ヒンディー語だけではなくて、日本語を勉強するときにも使うことができます。で、特にですね、経験が長い先生は、もう日本語を勉強したのは随分昔のことかもしれませんね。そういう人には、今も何か勉強を続けると、こういうものに出会うことができますから、お勧めしたいと思います。で、特に初級と上級では、勉強方法が全く違いますね。なので、もう皆さん、このビデオを見ている人は、もう JLPT の N3 より上の人ですよね。ですから、初級と上級では勉強方法が違うので、日本語以外の、何か中国語とか韓国語とかね、そういう言葉を勉強するのもいいと思います。初級で勉強するのもいいと思いますね。はい。で、ね、勉強がね、うまくできるかどうかっていうことは、大切ではありません。目的はその勉強を体験することですね。なので、話せるようにならなくてもいいんです。はい。それにはいいこともあります。どうしてかっていうと、うまく勉強できない学生の気持ちを理解することができるようになるからですね。はい。じゃあ、それをですね、学習者にどうやってシェアすればいいんでしょうか。一つのやり方は、学習者のコミュニティを作って、そこにシェアするっていう方法もありますね。WhatsApp とか、Slack とかですね。そういうもので、シェアするわけです。で、もう一つは、Twitter とかの、そこにハッシュタグを、指定して、そのハッシュタグで共有する、シェアするというやり方もあります。これはですね、例えば私が実際にヒンディー語の勉強の、様子を、シェアしているところですけど、この語学は晒して伸ばすっていうね、ここにありますね。このハッシュタグでも、いろんな人が勉強しているところを見ることができます。で、これはですね、実際にこのリンクを開くと、私がヒンディー語、バーフバリのね、映画のバーフバリの、セリフをね、映画に合わせて私が喋っている、そういうビデオを見ることができます。あと、もう一つ、ドゥオリンゴでもね、これサファイアリーグっていうところにね、登ることができたっていう、そういう、ツイートなんかもしていますね。はい。それでは、このビデオの中に知らなかった言葉があったら、暗記とかクイズレットとかメモライズとかに、登録して、忘れないようにしてください。それから、個人面談をね、毎週1回しますので、ぜひカレンドリーで予約をしてください。カレンドリーはこういうものです。ここで日付を選んで、その後で時間を選びますね。そうすると、私と個人面談をする、予約をすることができます。はい。それでは、このビデオはここまでになります。フィルムレンゲ。